バファローズ大量リードしてこの古久保、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてると言ってましたね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス牧、今日はホームランを放っています。前の打席は打った、スタンド一直線、センター入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、鮮やかなホームランを見せてくれました。今日はバッティング絶好調。この打席でツーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。あと残りがツーベースですから、まだ狙っていけますよ。そうですか。さあ、この場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。いい当たり、伸びていく、外野ヒットになりそうだ。まんまん中、左中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打、ノーアウトランナー二塁です。さあ、マウンドを任されたのは大谷。今シーズン21試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。まず変化球決まってワンストライク、あっという間にツーストライクです。打ちました、難しいバウンド、取った、一塁を送ります。アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。バッターボックスには3番デイビス、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナー三塁です。バッターボックスには代打のドレイパー。ああ、ここでさらに点差を広げておきたいですよね。甘いコースでしたが見送っていきます。これが2球目、打ちました。これはどうか、大谷一塁へ、アウト、ツーアウト。バッターボックスには指名打者の小栗、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。まずは見送ります、ワンボール。さあ、2球目は何か。2球目打ちました、ヒットになった。サードランナーホームイン、バファローズ1点。バッター九里、バファローズこの回7人目のバッターになります。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して、ナイス、盗塁成功。点差があるんで、あまり警戒もされてなかったでしょうね。なるほど、そうですよね。バッターボックスの九里、今シーズンの得点圏打率は6。空振り三振、ランナーは動けませんでした。スリーアウト、チェンジ。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。オリックスバファローズ、打ちに打ちました、大量リード、大量得点。
京セラドーム大阪です。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズの19回戦です。解説はマリーンズ、マウンドに上がるのは先発の有吉。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。村上打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから、本当にいいチーム状態だと思います。そうですね、今日はその好調な打線にも注目しましょう。ドカーンと大きな当たりです。高く入った、ホームラン、先制ホームランです。バファローズこれで3試合連続のホームラン。追い込まれてからのストレート、見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。このゲームホームランで幕を開けました。バッターは牧。昨日のゲームでは2本のホームランを放っています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。バファローズ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の小栗。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ワンアウトになっています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは打ちました。伸びていく、どうだ、入ればそのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これで10試合連続のホームラン。追加点が入りました。オリックスバファローズ3対0。アウトコースの厳しいボールでしたけどね、完璧に捉えました。そうですね、体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。初回から徐々にリードを広げています。バッターは注目のルーキー栗。昨日はホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。バファローズさらに得点を上げ引き離しています。打ちました、センターに大きな打球。センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでシーズン最多安打記録を更新しました。ワンアウトランナー二塁となりました。変化球を見極めます。次が2球目、これは手が出ないか、ストライクを取ります。これが3球目、外へのスライダー、ここは見極めています。外れていきます。バッターの金村、今シーズン得点圏での打率は外れてフォアボール。いやそうですね、得点圏にランナーがいるとね、欲が出るんですよね。まあよく我慢しました。打ちたいところよく残しました。ランナーが溜まっていきます。引っ張った、打球はレフトへ。この打球はフライになっています。レフト掴んで2アウト。さあそしてバッターボックスには古久保入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけですよ。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、これで6試合連続安打、2アウト満塁です。しっかりつなげてきましたね。まあ次は勝負強いバッターですから、非常に期待が持てると思いますね。はい、その期待のかかる水口、打席に入っています。今度も真ん中に来ました。コースは甘かったんですけどね、タイミングは合いませんでしたね。ちょっと甘く入りましたが、バットは空を切ります。レフト線、これは大きい、ライン際に打球が飛んでいる、切れました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。外の低め、見極めます。
ファウルボールです。ジャストミート掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。1回をゲームはこれから2回の裏に入ります。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。バッターは村上。先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。チームにとっても貴重な一発でしたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。バファローズリードで迎える2回の打ちました。ピッチャーが取る。アウト。ワンアウトです。バッターの牧。ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、そうですか。さあ、ここは好調さを発揮できるでしょうか。初球ボール。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ここは大きく1球外して様子を見ています。2ボール。やはりランナーを警戒したでしょうか。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。レフト入った。ホームラン。ツーランホームラン。これがチーム3本目のホームラン。ストライクを取りに来たところ、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対0。いや、2ボールでしたからね。1、2の3で思いっきり打ちに行きましたね。はい、今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。大きなリードをもらいました。バッターは今日 DH に入っている小栗。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。バファローズホームランで得点を挙げています。さあ、初球は何か。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。フェンスを越えた。ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ7対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打順は6番金村。前の打席ではフォアボールを選んでいます。バファローズホームランで得点を挙げています。打った。鈴木取って、ツーアウトです。7番バッター鈴木。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。バットは触れて打ち上げた。ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたが取りました。アウト。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。2回終わってこれから3回の裏。西さん、ここまでの試合展開どのようにご覧になってますか。一方的ですけども、こういう試合こそ集中力を切らさないで怪我に気をつけて、やってほしいですね。本当にそうですよね。アウトコースへ決めました。ノーボールツーストライクです。さあ、3球目は何か。打ちました。取った。一塁送球。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターは9番水口。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。さっきは飛んだ方向が悪かったですが、いい当たりでしたよね。調子は悪くないはずなんで、思い切っていってほしいですよね。はい、期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。3球目打ちました。さあ、どうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁です。打順は1番に帰ります。バッター村上。序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで、手を緩めずにいってほしいですね。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、打った。高く上がった。頭上ぐんぐん入った。ホームラン。スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。追加点が入りました。オリックスバファローズ10対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。
バッターボックスには2番牧。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。バファローズホームランで得点を挙げています。インドを見送っています。次が4球目。打ちました。これは大きい。伸びていく。このフライはどうだ。落ちるか。センター深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これで2試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。甘いコースでしたが見送っていきます。2球目は何で来るか。打ちました。ショート取った。一塁送球アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは DH 小栗。今日はここまでホームランを含む2打数2安打。初球打ち、打った瞬間確信入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は3本。初球でした。思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。追加点が入りました。オリックスバファローズ12対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスは5番クリ。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。ジャストミート、伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これが今シーズン350本目のヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。初球は何で来るか。打った。左中間に大きな打球。この当たりはどうか。真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。13対1。バファローズ。マリーンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは酒井。さあ、マウンドに上がったのは酒井。今シーズン12試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。打ちました。痛烈な打球。切れました。ファールボール。バッターボックスの鈴木、今シーズンの得点圏打率は5割7分となっています。クリーンナップ打ってもおかしくない、すごい数字ですね。ここも期待十分ですね。はい、期待します。ここはランナー返せません。2アウトになりました。打席には8番バッター古久保。今日はここまでマルチ安打を記録しています。打ちました。鈴木、一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。打席には9番バッター水口。前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。西さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。ここで点を入れておくとね、相手チームは苦しくなります。打ちました。これは大きい。伸びていく。センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。いいコースですが外れています。外へ持っていきましたが入りません。バッターの村上、今シーズン得点圏での打率は5割飛んで4厘となっています。いやー、すごい数字ですね。頼もしい限りですね。ここもやってくれると思いますよ。ああ、そうですか。ファウルです。この球は外れました。これでフルカウント。見逃しましたがストライク、三振。ワンアウトランナー二塁と変わります。バッターは2番牧。今日はここまで猛打賞を記録しています。いやか、初球打ち、これはどうか。フェアかファールか。レフト線を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット。14対2になりました。バファローズちょっと一方的になっています。初球打ち、
大きな打球になった。レフトバックする、バック入りました、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、オリックスバファローズ。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。バファローズホームランで得点を挙げています。低めはこれは入っていました。ワンボールツーストライクです。バットに当たりません、三振、ツーアウトになっています。バッターボックス九里、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いや、固め打ち、一二塁間抜けていきます。これで4打席連続のヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには6番金村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。リードは初球打ち、ここは打ち上げています。キャッチャーが落下点に入ります。取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。西さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。いや、本当にね、理想的に打線がつながってますね。打ちました、伸びていく、外野大きな打球になった。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。鈴木、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー二塁です。切りました、ファールボールです。バッターボックスの古久保、今シーズンの得点圏打率は7割飛んで8厘となっています。クリーンナップ打ってもおかしくない、すごい数字ですね。真ん中打ちました、これもファウル。引っ張った、詰まりながらもレフトへ、ここはフライになっています。レフトが取りました。打順は9番水口、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトになっています。ここでコントロールミスが出ました、デッドボール。さあ、バッターは村上、この打席でホームランを放てば今シーズン60本。ファウルになります。2球目打ちました、センターの前に落ちました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、バファローズちょっと一方的になってきました。打席には2番バッター牧、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。引っ張った、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナーもホームイン。バファローズが突き放します。バファローズ大量リードとなっています。このデイビス、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。もう本人も今はしっかりボールが叩けて、打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。打ち損じてしまいましたね。そのようですね。引っ張った、レア一塁を送ります。ツーアウトになりました。マリーンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは大谷。さあ、マウンドを任されたのは大谷、今シーズン22試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。まずは変化球から入りました。これが2球目、危ない球です。引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、バファローズちょっと一方的になっています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあ、この場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、この回の先頭バッター村上、いきなりのホームラン、バファローズ一振りで先制。
続く攻撃、ワンアウトで一塁にランナーを置いて DH 小栗、2球目しっかりと捉えました。バファローズ2点を追加します。2回の裏、ランナー1人を置いて迎えるは3番デイビス、3球目しっかりと捉えました。バファローズ2点を追加します。6回の裏、バファローズの攻撃、バッターは5番クリ。今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。いやー、ここまではできすぎですね。すさまじい集中力を見せています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。バッターの種村、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、そうですか。さあ、ここは好調さを発揮できるでしょうか。打ちました。これは大きい、伸びていく。この打球は落ちるか、どうだ。センター深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。引っ張った、高いバウンド取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。打順は8番古久保、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。初球打ち、この打球はフライになっています。キャッチャーが構えます。田村が掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、バファローズ得点には至りませんでした。西さん、これは余裕の試合展開になってきてますね。いや、本当ですね。まあ野手陣はもう今日みたいな試合は楽しくてしょうがないですよ。そうですね、確かにそんな雰囲気が漂っています。次が3球目、この球は外れています。打った、中村掴んでワンアウトです。打順はトップに帰って村上、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。まずはワンアウトを取っています。三遊間取りました。ツーアウトです。2番バッター牧、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。しっかり捉えた、レフト下がっていく、下がっていく、レフト見送った、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。3番バッターデイビス、バファローズホームランで得点を挙げています。まず何を投げてくるか。三遊間、鈴木取って、これで3安打猛打賞。2アウトランナー1塁、バッターは DH 小栗、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、打点を挙げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ヒット走ってきた、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。キャッチャーが落下点に入ります。田村が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回、バファローズソロホームランで追加点を挙げています。今日はバッティング絶好調、この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、いい打球だ、高く上がった、頭上ぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。6番バッター金村、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。
バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。打った瞬間確信したか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターボックスは7番鈴木。バファローズホームランで得点を挙げています。バッターボックスには代打のブライアント。バファローズホームランで得点を挙げています。初球は何から入ってくるか。初球空振りです。低めの球、これは外れます。アウトコース見送ってストライク。ワンボールツーストライク。いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターボックスには代打のドレイパー。バファローズホームランで得点を挙げています。背番号33ドレイパー。この打球はファールグラウンドへのフライです。初球から積極的に行きましたがワンアウトとなっています。バッターボックスは9番水口。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。バッターボックスには代打の大石。ワンアウトになっています。これは三塁側のスタンドに入ります。ボールカウントはノーボールワンストライクです。打ちました。鈴木掴んで、これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります。バッター村上、今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッターボックスには代打の淡口。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。いやこの点差ですから向こうもあまり警戒してなかったでしょうね。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ、取った、一塁送球。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の東。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球から思い切って振ってきました牧。さあ2球目は何か、外れていきます。バッターの牧、今シーズン得点圏での打率は5割3分5厘となっています。いやーすごい数字ですね。頼もしい限りですね。ここもやってくれると思いますよ。ああそうですか。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。バッターボックスは3番デイビス。いや先ほどはしぶとい内野安打でしたね。はい、やはり足が打ちました。ショート取った、2塁へ、2塁アウト、1塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。